リストラされる人8つのタイプとは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。私は約12年間しか会社員として働いたことがありません。わずか12年でしたが、勤務していた会社は何度か経営危機に陥りました。社内で倒産の噂が流れたこともあります。ボーナスが現金ではなく商品券で支給されたこともありました。ですが、リストラとか早期退職希望者を募ったということは一度もありませんでした。そこで今日はリストラされる8つのタイプを分かりやすく解説します。先日、県外の知り合いが転職をするというので詳しく話を聞いてみました。そうしたところ、勤めていた会社が早期退職希望者を募ったということなんで、それで早期退職をすることにしたというんです。ここ1年、新型コロナウイルスの感染拡大で大企業を中心に早期退職希望者の募集は大幅に増えています。ネットフィリックスは波の成果しか出せない社員に対しては多額の退職金を提示して退職をしてもらっているそうです。これはネットフィリックスに限った話ではなく、大企業であれば、このように業績に応じて、その退職金をね、額をね、いっぱい出して、まあ、辞めてもらうっていうね、こういったことを講じてるわけです。まず、日本の失業率についてデータがあります。これ、去年の10月の完全失業率なんですが、3.1%。まあ、さほど上昇はしてないんです。就業者数は前年同月比で93万人も減少していることから、仕事を失っている人は確実には増えているんですね。これは継続的に求職活動を行っていないと失業者にはカウントされないので、このような 3.1% っていうね、低い数字になります。職が見つからずに職探しを諦めたっていう人もね、こういった人も増えているっていう証拠です。さて、大企業のリストラや早期希望退職者の発表を、ね、調べてみました。そして大規模なものをピックアップすると、まずですね、2020年の4月、三菱 UFJ 銀行が従業員の2割に当たる8000人を削減。2020年5月、三菱航空機が1500人のうち半数を削減。2020年9月、三菱自動車が654名の削減。ずっと3つほど三菱続きですね。2020年10月、全日本空輸がトヨタなどの出向で3500人を削減。2020年10月、日立金属がグループの1割に当たる3200人を削減。2020年10月、リクシルが40歳以上1200人の早期退職を募集。2020年11月、近畿日本ツーリストが6500人の削減と、年収平均3割カット。2021年2月、JT が1000人規模の希望退職者を募集と。これはほんのね、氷山の一角で、この他にも、レオパレス21が1000人、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン・ホールディングスが900人、ファミリーマートが800人など、まあ、早期希望退職者を募集したということです。このように厳しい状況ですが、リストラされやすい人にはね、これ特徴があると言われてるんです。まず、リストラには2種類あります。その一つが表向きのリストラ。これはやる気とか能力に関わるものなんです。一つ目、新しいことに挑戦しない人。二つ目、ルーチンワークしかできない人。三つ目、言われないとしない人。四つ目、成長意欲がない人。これが表向きのリストラです。また、リストラの勧告は、これ非常にね、嫌な仕事です。できる限り穏便に済ませたいっていうのが担当者の本音でしょう。ですから、表向きのリストラの理由の他にもですね、こんなものがあります。5つ目、素直な人。6つ目、おとなしい人。7つ目、真面目な人。そして8つ目、上司の指示に従う人。このような人も対象になりやすいと言えます。整理すると8つあります。1つ目、新しいことに挑戦しない人。2つ目、ルーチンワークしかできない人。3つ目、言われないとしない人。4つ目、成長意識がない人。5つ目、素直な人。6つ目、おとなしい人。7つ目、真面目な人。
8つ目、上司の指示に従う人。さて、あなたはこのようなですね、漢字のこの8つのうちにね、入るでしょうか。ぜひね、自分自身でもチェックしてみてはいかがでしょうか。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして下の概要欄のところにメルマガ社長の大学の登録の URL が記載されています。メルマガの登録もよろしくお願いいたします。